メッツ藤井、一回を三者凡退に抑え、地元メディアに絶賛される。メッツの藤浪は、8日オープン戦デビュー。2点リードの7回から5番手で登板すると、1イニングを三者凡退に抑え、藤浪にホールドがついた。藤浪晋太郎の第一印象は、完全に泥棒レベルの契約だと、地元メディアも当然ながら前向きに伝えた。藤浪は、メッツと年俸は約5億円の1年契約を結んでいる。どこ行ってもスペック褒められる当たりがちで素材は最高級なんやろな。フォームまた微妙に変わってたけど、お前らもう見た？フォーム変えたな、速球ゴリ押しじゃなかった。93、94マイルしか出てなかったけど、ここから上げてくるんだよな。今回もやっぱりインタビューで、球速は出そうと思えば出せるって言ってるな。フォーシーム頼りじゃなくて、制球メインの日だったんだろうな。というか、わざわざ、この時期に160なんて投げても、無駄なリスク上げるだけ、出し速度抑えて、凡退にできるなら、そっちの方がいいしな。9位で押すだけじゃダメだということがやっとわかったんだろ。今年は期待できるかもな。今日の無双なら中継ぎで結果出したら先発あるぞ。まあ数球しか投げてないし、もっと場数踏まないと判断できんよ。相手を圧倒できる日本人は藤浪だけだな。マジで日本人歴代トップのスペックは伊達ではない。